それじゃあカウント始めんぞ。5秒前、4、3、2、1、ゴニュークやばいぜ。流れるようにスムーズだ。すぐ壊れそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもない。ついていけてるのはなぜか。踊りじゃないはずだ。ドキドキするぜ。しろだぜ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感だ。王冠のすべてを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでるのに全然離れない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプレッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行、差は開いてないそうだ。スタートからポジションが変わらずか。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプだ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だ。旧五線形だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだが。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ガンキラーと決めた。こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさと無事に終わらせろ。俺何を言ってるんだ。もう取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろ。だから誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消しだ。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。うっそだろう。こんなところであっさりと前に行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。おっと、この下品でブチ切れでバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、100万年会えよ。を通過、五線が先行。さすがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。誰？くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジションなら五線の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんて
ただごとじゃないぞ。本当に大丈夫なの？わかんねえよそんなもん。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったじゃん。動力船は全長25キロの比較的に近いですが、先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いないな。もう藤原なら十分チャンスはある。圭介の言う通りで、俺たちにできるものは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。ノブヒコが取った。関西最速のダウンヒラー阪急に背を完全に抑えてる。まさか。そういうことなのか。まもなく4番線のロブヒコが前なんだ。本当だ。よし、いいぞ、押さえてる。行けー。なんだ、ロブヒコじゃない。これはどういうことなんだ。聞くのは過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にも分からないと。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん。僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にルーズなツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方がいい。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、摩擦が少ないと滑りやすい。ある程度の重量がないと粘着がブレーキングではフロントに荷重移動し粘着力を稼ぐ。上り勾配ではフロントに荷重を寄せ切れず粘着力が不足する。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車体の弱点だ。つまり東急5000系は上り勾配の突っ込みに弱いってことだ。無女子のアドバイスとそういうことだったんですね。アドバイス何だ。チャンスは剥落、ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。